三回目の訂正。日本語ドラの巻。はい、始まりました。日本語ドラの巻、まきこです。ドラです。このポッドキャストは日本語教師のまきこと高校生のドラとでお送りしています。はい。三三回目、二回目、二回目、二、えー、回目この間、一回目の訂正？三<う>回目のじゃあ情報になるのかな、二回目の訂正。 えっと、キングダムの情報がままたた間違ってました何前,回前々回忘れた前々回キングダムの話をちょっとして、はい、いやもうとっくに終わってんじゃないっていう話をしてたら「はい、前回間違えててごめんなさい、えー、キングダムはこの夏2が公開でした」と言いましたがこの前に n とフリックスを見てたら「あキングダムだ」 キングダムの実写版だ、ちょっと見ようと思って見たらあれ見たことがないやつと思っててよく見てたらそれは「キングダム2」って書いてあってしまったしまった「キングダム2は」はもう1年以上前に映画館で放映されていたとはいでじゃあそのネットで見た 1>, 1月28日に公開されるのは一体何なんだって思ったらそれがなんかね最終章っぽいやつだから「キングダム1は」はえっと「ワンオク」が主題歌を歌ったやつで私が見に行ったやつですで「キングダム2は」は多分もう1年前ぐらいに終わっててで、えー、もう終わってる映画だからいいけどえっと協会がえっとあの女優さんうーんと。 ほら、行くと、トーマと結婚した。せのななせのななちゃんです。アクション女優。すごく僕は聞きたくなかったですよ。あ、そうなのでもだってで、ネットフリックスで見たら出てきちゃうじゃん。もう悩んだ、ないよキャスティングはだって、もう。まあまあまあ、そこは許そう。まあ、ただ、ネットバレしたり許さんスーー。ストーリーはだけど、ネットフリックス、漫画で見てるのと同じ話だよ、まあ。いや、多分全然そんなまで言ってない。わかんない。で、最後は、はい、 今年の本当に7月28日に公開されるやつがえっと最終章じゃないけどなんとか編っていうまあでも多分実写はこれが最後なんじゃないのかなっていう大きいまた大きい戦争みたいな感じの話だったほうほうだから実写版12を見ればまあ3に追いつけるでしょうという感じではいなるほどねはいえー、3回にわたってあのキングダムの 映画実写化の話をしました2度目の訂正ですえっと今年の夏出るのがなんていう名前か忘れちゃったけどなんとか編っていうまあまあね今年の夏は、A、2ではなく2はもう終わってます違うやつが出るということでうんはいという、まあ、訂正でしたまあ早く終わり<え>はい「キングダム運命の炎」っていうのがえっと今年の夏公開ですね なんかでもあれなのかな最初版ではないのか分かんない、まあ、キングダムでずっと続いてるからねまあそうだねすっごい長いからね、うん、まあ実写はそろそろ終わろうかなっていう感じなんじゃないまあ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 、まあ、うーんなるほどでも第3弾で書いてあるから終わりとは書いてないはい、うん、楽しみは楽しみですはいえー、皆さんもえー、まあ今日本に滞在されてるねあの、うん 外国人の方とかもぜひ映画館に足を運んでみてくださいね映画で見るとスケールがすごいからそうだよね映画館のさなんかシステムとか違うもんねキングダムねうん、うん、キングダムというか、まあ、ぜ全体がね音響システムが違うそう特にキングダムあの中国の戦いの場面とかすごい広い場所を使ってやるからそれは、うん、大きいスクリーンで見た方が面白いかも以上です はい。えー、まあ、ということで、えー、珍しく早めに本題に入ろうと思うんですけど。目の前ですごい焦ってる人がいるから、すごい早く切り上げさせられた。えっとですね、うんえー、今回、うん、僕プレゼンツっていうか、あの僕提案のネタって話なんですけど、うんうん、まあ、えー、すごく、なんだろう、メジャーっていうのかなまあ、メジャーって言ったら通じるかなうん、うん、うん。はい。まあ、すごくね、メジャーな、 お話になるんですけど、うんえー、日本食にのこうに人気な食べ物って、まあ、大体、まあ、お寿司だとか、うん、まあ,あとは天ぷら、うん、すき焼きとか、まあ、そういう日本食でございますけれども、まあ、まあ、でも、まあ、お寿司も大好きだけど、やっぱ俺らがやっぱ一番好きなのは、ラーメン。まあね。はい。あのね、すき焼きはね、 実はあんま知られてないのよあそうなすき焼き知ってるって、まあ、知ってるだろうなという体で聞くと<え>何それって大体みんななる、ね、人間意外と知名度高いと思ったんだけどマジかたまに歌とか入ったりするのにね「すき焼き」って <laughs> うんすき焼き言うね何それってなってるのしゃぶしゃぶの方が知名度知名度じゃないけどうん高いねまあまあまあみ,みんなに知られてるってことねうんあそうなんだ意外とまあ寿司は王道だよね寿司はホンみんな知ってると思う、うん ピピザザぐらいい有名じゃないあイタリアでそう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 ,そう、ね、寿司寿司だけか寿司ラーメンはまあそれに変わって人気新しいみたいなさまあでまあまあちょっと知ってる人にもなると、まあ、たこ焼きとかたこ焼きはそんなになんたこが嫌いな人多いんだよあまあ確かに海外に人くとたこ食べないからねうんでお好み焼きとかかなそんなにあねまあメジャーなのはやっぱガチは寿司だよ 寿司、ラーメンであとは、まあ、うどんとかあととんかつ的な,なごめんありがとんございます忘れてたん違う違うあのね有名なのあ人気なのあれ「照り焼き照り焼きうわ日本照りやイコールテリ <laughs> 日本料理イコール照り焼きって思ってる人 多い,ね、いや俺照り焼きの概念知らないわあんまり、ね、それケビンズ・イングリッシュでもやってなかったっけど<う>日本人はあんま照り焼き食べないんだよね<う>みたいな照り焼きって俺久しく食べてないっていうか、まあ、たまに母さんがさブリのさ照り焼きとか作るけど、うん、あそう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 まあでもそれぐらいだなだってもうしばらく食べてないよね逆に違うのよ肉でも何でも大体醤油とかお砂糖とか使うとさ大体照り焼きテイストになるのよ 大体ねだねあれなんだでも俺らはそ照り焼きだと思ってないもん、ね。照り焼きだと。そう照り焼きってもう照り焼きチキンのことになっちゃうなうほんとにんか甘,甘辛いっていうかさ。照り焼きソースはもう違うもんね。うん、なんか何<う>こなんか焦がし醤油ってこと砂糖と醤油とみりん、うん、でのソースは大体照り焼きで。それの味付けの日本料理ってめちゃくちゃいっぱいあるから。うん、もう もう数えきれないあの<あ>インドでいうカレーぐらいあるなんじゃうんちょっと違うおすおす,すいごめんお味噌汁ぐらいあるあ<ー>バラエティーがもう何にでも使えちゃうじゃん確かに、ね、野菜だって何だってまあ、まあ、合うからねすごいでも海外の人の感覚だと照り焼きだともうチキンって感じかもしれないけどあそうだ、ね、全然それだけじゃないじゃん照り焼きで俺チキン食ったことないなしばらくマジしばらくその作ってないだけでちょいちょい似たようなのは出てるよマジ なあのさいちいち名前ってないじゃん料理に逆にさ照り焼きを作ろうっていうさ照り焼きを作ろうっていう意識はさないないでしょないねなんか作ってた過程でなんかだんだんそういう味になってくのがそうそうしたらあ照り焼きはじゃ風味だなってねそうですなってくるのはまああるんだけどよしじゃあ今日は照り焼きにしようって言ってで一から花からもう 照り焼きをゴールとして料理をするときはあんまり少ないねう通過点なんだよねあれは通過点か、まあ、調味料の入れであ照り焼きのと全く同じテイストになったけど辛くしたいって,て辛いのを入れたり生姜加えたりっていうのはあるからそっから曲がっていくのね照り焼きプラスアルファなんよねそんな感じだね,うね、うん、まあ でまあそういうねいっぱい日本料理があるわけなんですけど今回テリヤキトークバカ野郎 <laughs> 何も話せん、えー、じゃあ今回、えー、ラーメントークということでうーん、はい、やばいね,ねやばいやつですね、はい、もう生粋の、まあ、ラーメンマニアっていうかね中毒ですはい、えー、僕もこの撮影のあイね、えー、EK ラーメンあここ知ってるのかな EK ラーメンってほとんど知らないと思う えっと、日本にも家系ラーメンというものが、まあ、それは後で、あの順々に追って説明していきます。えっとですね、それで、えー、この間たまたま見つけたんですけど、みんなのランキングというサイトでですね、人気投票1位から35位、ラーメンの種類ランキング、みんなの好きなラーメンの味はっていうやつなんですけど、 待待って待ってて最近うちらランキング方式多くないあめっちゃたまたまです <laughs> すっごいこれはの <laughs> この間もトラフやってるわけじゃなくてな<い> <laughs> ランキングやってどこに行きたいかのランキング方言のランキングでそうだねランキングチャンネルになってるよ違う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 そんなランキング紹介チャンネルではないです僕たちは、はい、どうぞはいえー、っとですねまあ35位とかまで説明していくとすごい長くなっちゃうんで、えー、フォーカスして10位からうんそうですね ってこそまあ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 要は何ざっくり塩ラーメンとかうん豚骨ラーメンとかじゃなくてこうなんか、うん、塩豚骨とか,とかそういうこといやいらんわそんなんほ塩レモンとかねでもちょっと待ってえー、じゃあいきますはいどうぞ、えー、第10位、うん、塩豚骨ラーメンです 意味が分かんないねあっさりしてるって塩と塩と豚骨って要はさ気持ち悪いなあっさりとこってりの合わせたやつはじゃ何なんだろ結局こってりだよプラマイゼロやんでこってりが入った時点でこってりはもう絵の具の黒じゃだからあっさりは絵の具の白なんだよ勝つことがないのミックスしてあっさりででもグレーなんだよだからあっかでもこってりの割にちょっと そこまでじゃないねっていうのがあっさりのでもあっさりさせるには相当レモンぐらいのフレーバーを入れないとあっさりしないぜそうだね確かにね塩豚骨でも塩だからってあっさりってわけじゃないからね、はい、そうだね塩分高いから余計気持ち悪いじゃん、はい、ああまあ確かにね、えー、ちなみに塩豚骨の1個下11位は、うんえー、皆さんご存知担々麺でございます 順位変えてほしい塩豚骨と何その担々麺,タンタン麺絶対担々麺の方が美味しい担々麺はね、まあ、みんな担々麺は味っていうかもう食べ物の種類じゃんいやあれはでも結構ラーメンの種類っていうかさもう、まあ、辛い辛い系のラーメンに入ってくるからってことじゃないんですかね、うん、分かんないはいじゃあ第9位うんえとん醤油ラーメン それ多いね豚骨醤油はね美味しいんですしょうゆとんこつ、まあ、っていう方が多いけどね豚骨醤油じゃない普通は醤油豚骨とんこつって言わない言わないえマジで豚骨醤油のとこってどこだっけなあのまああ怪力屋とか怪力屋違うえ違ったっけあれ何怪力屋醤油まあ選べるけど違うあのね横綱っていうラーメン屋があって、うん、それが豚骨醤油なのねへえ<ー>そう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  まあでもうーんとんこつしょはまあ、まあ、まあだな醤油の方が好きだけど、まあ、か別にしてほしいけど、まあ、あえて一緒になっちゃったみたいなねあでもなんかね今これのランキングのコメントしてくれた人が言ってるんだけど醤油の醤油ラーメンの味にこのとんこつのこってり感が合わさった、うん うん、味ですごい美味しいってい。まあこういうまあそういうやつは、うも、ん、やしが入ってたりとか、白菜が入ってたりとかね。うん、そういう、まあこ、こ、まあ、骨あるあるっていうね。野菜が多いんだよね。うん。うん。はい。えー、今第9位ですね。うん、発表しました。えー、じゃあ第8位。うん。えー、横浜家系ラーメンです。それさ、すっごい昔から聞くんだけど、家系、家系って。はい。 家系ってなんで家系って言うなの,の？<あ>横浜家系、ね、家庭の味とかも。うん、いこれちょっとね僕あの読み上げますね。はい、家系ラーメンは1974年以降に登場した神奈川県横浜市の発祥の豚骨醤油ベースで。1<ん>9何年？1974年です。えすごい昔じゃん。えカサに何年生まれですか？まあえっと2000何年ぐらい？昔。はいそれで？はいえー、っとねそれ,それでまあ太い ストレート麺を特徴としているラーメンですね。うんはい、で、じゃあんで家系って太いんだ。はい。うん、太麺ですね。あれは。で、家系のなんで家系っていうのかね。うん、それはラーメン店吉村,吉村屋っていうね。ああ、なるほどね。何々、ね。そうそう。なんちゃら家。はい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 。そうそう,そうそう。を源流とし,してるから、こうだから、要は吉村屋系 家系、うん、だから <laughs> そうだからそれで「家系」っていうのがついてきたらしいですねふーん横浜って意外とラーメンがあれかな横浜新横浜の、あのー、駅のすぐ近くに、うん、横浜ラーメン博物館っていうところあるんだけど「<ー>ラハクラハクって言ってんだけどそこもすごい昔からあって。 それこ1900何年からって美味しいんだよねだ横浜って意外となんかラーメンをしてんのかなああそうなのかもね中華街とかもあるしねあで,もでも横浜がラーメンとも思うんけどななんかラーメンっていうと九州と札幌って感じ確かに俺もそれはある、うんうん、ええコメント究極のこってり、うん、こってりの王様いいたことある、e、ラーメン えー、締めにご飯を入れて食べると最高ですうん家系はこってりっていうね,そうだ,よねだから食べたことないんだと思うあ、えーね、ほうれんそうに半熟卵がよくありますああ、ねうん、そうなのそうほうれんそうがのってるんだよ変わってるねそうであのほうれんそうにあとあとはねまあこれ結構いっぱいあると思うんだけどにんにくが置いてあって、うん、にんにくをガンガンにかけるんですよ、ねうん、いやもうにんにくいいわ気持ち悪いもんはい、えー、あとはね 麺固これはでもラーメンは基本的に麺固めの美味しい固めな言うけどね美味しい僕は普通ですね、まあ、でねえ横で普通食べてるからなんかもう大丈夫かなおじいちゃんなのかなでもさうどんってさくたくたの方が美味しいじゃんいやそれもない、えー、それくたくたなのは九州だってなんか硬いとなんかちょっと嫌なんだよなんかなんかさえ香川か美味しかったしくなかった仕切ってない感じがして。 香川の面で美味しかた、ね、いやなんかいや別にそれは普通に食べれたけどあれ硬かったコシがあるって言うんだよな、ね、うん,なんかコシがあると硬いよって何か違うんだよなと思い,いのは冷凍がでチちんってするとたまにあのななんでこれなじゃ部分的に感じるんとそうそう,そうなんでだろうねあれはちょっと嫌いなんだよ。あれちょっとさあの冷凍のうどん会社に文句言いたいけどどうにかしてくださいってね、うん、まあ言いたいですねはいえー 今8位、えー、横浜家系ラーメンでした僕撮影の後もね食べに行きますそれでその話がしたいのいやたまたまマジでたまたまかぶっただけたまたまちっちゃかまあ、ほんと最近家系にハマってるよねどこで家系行ったって言った名古屋へ栄え栄えはんなるほどはいえじゃあ第7位うんうんチャーシュー麺ちょっと待ってそれはカテゴリーに入るの チャーシュー入れるかどうかじゃないのいや違うんですチャーシュー麺で普通の醤油ラーメンにチャーシュー入ってるだけじゃなくていやでもねチャーシューあのもうそれは知らんでもチャーシューを売りにしてるラーメン屋はたまにあるなんかもあふれんばかりのチャーシュー入れてるそうわかるわかるわかるなんかこうなっ,ずっとこう<て>ラーメンのさこの器のへりに沿わすせかるわかるわかるもうへりにさり、ね、全部さ休憩してるやつ全員そうぐるっと一周さバーって並ぶやつね わわわかかかるかるかるもうバカなのってなるごめんしゃっくりが出たやばいはいえーまあ、第7位えー、ちょっと待ってねあごめんなさいえっ、ー、と第7位がチャーシュー麺でしたうんえー、第6位、うん、これちょっとどどうなんだろうねえー、醤油ラーメン うん、昔嫌いだったけど今醤油一択だなはいなんか人の味覚ってなんか変わるんだよねはいえー、コメントはですねやっぱり日本人だよなって思う瞬間だそうですまあねそうそう家庭の味的なのがあったりそうだねそう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 だからそういう作るのが盛んだったからこそうん、うん、やっぱこう日本ではやっぱ醤油ラーメンがやっぱ主流っていうかさ有名だよねって そうだね醤油何がいいんだろうと思ったけどでもさほら基本うちらが行くラーメン屋さんは醤油ラーメンだからなんか醤油が好きになったねうんまあお母さん的にはネギが乗ってれば何でもいいわでネギが乗った、えー、横浜家系にあいや <laughs> もうねごめん、まあ、訂正背脂が嫌いなのよあなるほどねまあそれはあるあるある、うん、背脂も嫌なの気持ち悪くなっちゃう脂がきつくなってくるんだねお年寄りになると、はい、お年寄り言うなあの洗濯終わった、はいえっと、背脂あのね若くても多分だめだったと思うほらもうお母さんは言ったじゃんあんまり実は肉が好きじゃないってああ<ー>でしょでさ昨日も焼肉食べたじゃんタンしか食べないじゃん タンってもうあ何脂肪入ってなくないあれあ,あ確かにねでしょ薄切りだ,し、ね、だ,だから牛の舌にさ脂肪舌なんか脂肪なくないあの舌はほとんどが筋肉でできてるからね、うん、そうでしょだから好きなんだと思う多分赤身って赤身ほどパサパサもしてまあパサパサっていうか、まあ、薄いし食べやすいしだからねカルビとか実は よっぽど柔らかくないとなんか苦手で気持ち悪い。まあでもカルビは味が濃くてね。まあ、たまに美味しいまある若い人とかはねすごい大好きな。でも本当にさなんかハラミとか油すごい乗ってるやつはあ,<ー>あとホルモンとかも大体あらあない油じゃん。そうだねカがね。でも無理無理無理もうそれはまあまあお年寄り年を取ってきたのもあるけど小さい頃からもう油めは本当もう気持ち悪い牛,牛脂牛脂牛脂知ってる。 牛脂ばかるよあのラードラードラードあの油引くために使うやつあのデブの人とか牛脂食べるんだってねあ,あ知ってる知ってる気持ち悪くてしょうがないも牛脂ちょっと焼いて<ジ>あの軽く焼いて食べるんでしょマジダメもうマジダメ昨日のホルモンもさ1個だけ食べたけどもう実はもう途中から噛み切れないしもうなんだろうもう飲み込むしかないと思って薬だと思って飲み込んだから、ね、あそうそう飲み込むんだよもう無理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 ああもう絶対無理ままあ、まああじゃああの油ははねしんどい人とかは 結構醤油は結構あっさりしてるからねすごいそれだけど醤油醤油醤油ラーメンはあっしてる家系がそうそうなんか背脂多いってやつねそれそっからねえ脂が苦手だってことはぜひ醤油ラーメンを食べてみていかがでしょうか背脂抜きでねはいえ第5位うんこれどうなんだろうちょっとよくわかんないけどはいつけ麺ああもう嫌いんであのさつけ麺ってさはい つけ麺の漬け汁を選べなさこうなんかつ、うん、け汁がなんかその辛い汁とかだったらいいけどつけ麺のつけ汁って大体あれなのよなんかカツオ風味なのよほうほうほいらんかつお,かつお味のだしのなんかそういう汁なんてラーメンにい。はんなんかそれはもうそばじゃん、まあ、確かにね うん、なんかねつけ麺のつけ汁が好きじゃないのよ合わないのねラーメンにあそうなんだインドネシアおじさんめっちゃ好きなのつけ麺まあ俺も俺も別にね嫌いじゃないで横で「美味しい美味しい」って言ってるからなんか全然合わないと思う,う、ね、あ食後には、まあ、スープも一緒にだからじゃない飲めるようにカツオのおだしを飲めそう,めやそういやもうラーメンにカツオだしいらん でもかつおだしてでもそんな油脂,脂,脂,脂っこくはないんだけど逆にねなんかねもう好きじゃないんだと思うかつおだしなんか急にねなんか和食,和食みたいな気持ちになるから確かにねラーメンではないなんかもうかつおになった瞬間にあれもラーメン日本食だからねまあ日本食なんだけどなんていうのかな 昔からの日本人だよそうめんとそばそばになっちゃうそラーメンじゃなくてそばに近くあ確かにね食べ方がそばだもんねめんつゆってかつおでしょつけてね食べるからそうでしょんかそんな気持ちになるからつけ麺は本当に嫌いはいじゃあえ位つけ麺でしたこれ喋しゃべればしゃべるほどお母さんのすごい食に対するピッキー色が バレるんじゃないの？いや大丈夫大丈夫すごいもう変色家だよ母さんはいや変色だよね大丈夫です、うん、肉が嫌い油が嫌いはいえー、第四位うん塩ラーメンまあ一時期ハマったはい。えっとねこれはね塩ラーメンは本当にあっさりもうあっさりもう本当に。塩だけで勝負するっていうのは難しいと思うようんでもだから塩が、うん、塩ラーメンが美味しいお店は、うん、もうラーメンがおいしいんだよ、うん んかそうそう味付けにこだわらないからさ塩ラーメンって要はだからもう本当に実力なんだよねなん,なんかね一時期ラーメンが嫌いになった時期があって<ー>気持ち悪くてねうん、うん、でなんかでも塩ならいいかなとか豚骨ならいいかなぐらいで,でその塩のあっさり度にはまった時があったけどはい塩ねもう今はあんま食べないな確かにねまあでもなんか こんなんでさずっとなんかもうあ「塩ラーメンしかないわ」とかいう人はそんなにないか、ね、夏場はなんかさ塩ラーメンがたまに売ってたりたまにとていうかいつも売ってるけど、うん、夏場だったら確かに塩分が欲しいそう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 。それを塩分を求めに塩ラーメン,ーメン,をーメンを食べたりする人ももちろんいるそうそうそういいかなと思う確かにおいしいもんね塩焼きそばとか美味しいからねああ確かにそうそうなんか夏だからさもうちょっとあっさりいきたい時はむしろなんか醤油の醤油味の ソース味の焼きそばより塩の焼きそばの方がいいかなと思う時もあるいや塩は何でも美味しいじゃん確かに焼き鳥でも塩味の方が実は美味しいじゃんまあね下手なタレとかつけるより意外と美味しかったりするからねあっさりとして何本でもいけるじゃんシンプルイズベストだからねそうですねはいえー、第3位はい味噌ラーメン これはね、美味しいよねえっとね味噌ラーメンはまあ、まあ、これは主に、まあ、味噌ラーメンは北海,北海道札幌市を発祥する、ね、そう,そう北海道限定で美味しいと思うでも札幌以外にもまあ別に日本味噌ラーメンがあ,れあるからねそうまあでもあんまり食べたいと思わない、まあ、んなんか味噌汁の味を思い出してしまう味噌汁とは違うけど<ー>なんか味噌は合わんぞって思っちゃう味噌本当はなんかあんまり好きじゃなくてうん あ札幌一番味噌ラーメンっていうなんかなんていうのかなあるじゃんインスタントとか昔よくあったけどなんか味噌あんま好きじゃないなって思い出して、はい、だけど札幌とか行くとさやっぱ味噌有名じゃんでも今もう札幌もさいろんなジャンルがあってそれこそ塩ラーメンとか、うん、醤油とかいっぱいあるんだけどまあでも味噌めちゃくちゃ美味しかったよねあのプ,ープールじゃないわあの。 スノボー行った後のまああれ美味しかったね寒いしねい疲れてるのもあるし、まあ、本場はやっぱ美味しいよね、うん、はい今3位はい3位味噌あれなんか数足りないねは2位は 2>, 2位うん豚骨ラーメンでしょうねちょっと待って1位なんだろう待って豚骨はやっぱまあ、まあ、豚骨はねあのまあやっぱ九州、ね、そうでしょうね1位かと思ったな何ラーメンだっけあの長浜ラーメンか うんはい、あれはすごく美味しいので長浜ラーメン,ーメンでもね九州は<ー>まあ大,大体九州は全部豚骨じゃんね、うん、友達よく、まあ、大分の豚骨になるとちょっとなんかこう臭い臭みがある豚のにお、うん、いがちょっと臭いよねって,って豚のね匂いが出てとくるからねと、うん豚骨ってでもさ他のところで食べるとなんていうのかなうわちょっと重いなとかさくどいなって思ったりするけど 意外とあのな長浜ラーメンよかったことない美味しかったそんなにもたれないんだよねはいはいじゃあそれではえ第1位 1> うんこれちょっと僕ね疑問に疑問を呼んでますなんそうだねだって,って第1位 1> 全部出し切ったことないた台湾ラーメン違います醤油ラーメンです醤油ラーメンさっきあったじゃんはい、はい、第6位にございましたでもこれはねなんか違うらしいです何が違うの えっとまあ、さっき説明したのは普通の醤油ラーメンなんだけど、うん、これは、うんえー、なんか東京醤油ってってか下町ラーメン、うん、ああ下町の味っていうかさ中華そば的なそういうこと元祖のラーメンがそのラーメンになる前の味ってことそういうこと、うん、なんかねやっぱり定番の醤油ラーメンに中華そばってやつだねそうそうそうネギともやしの続量が無料でできるところがありって そういうストレート麺とかのやつの方が大好きですとか言ってる人もすごく多い、うん、東京下町のはいえっ、ー、と醤油ラーメンですええ今度東京行くから行ってみようかな、はい、あのナルトとかもあるタイプのラーメン、うん、ガチのなんか中華そばですねうんでもそれがやっぱ一位って出てるタンメンってやつタンメンタンメンって麺が,が太いんだよねタンメンは多分違うと思うタンメンは塩味だったかな なんか太くてさ食べにくいというかお腹いっぱいになっちゃうんだよね食べにくくはないちゃんぽんとかはさ太いんだよねあーね、まあね岐阜タンメンとかあるからね、うん、ああ岐阜タンメンは <laughs> はいえー、以上が、えー、ラーメンのランキングでございましたうんうん、うん まあ海外の人からするとラーメンってそんなに種類あるのって逆に思ってるかもしれないね。これ以上っていうか、うん、まあこのほかにもねあの日清さんが出してるカップヌードルっていうねトミヤムラーメンとかでは、うん、本当にそういう、まあ、今説明しただけではなくて、まあ、トミヤムくん風ラーメンとかカレーとかねそうカレ,ーカレーラーメンとか。 あれーラーメンは意外とあるかもしれんけどねシーフードとかそれはもうあるいっぱいシーフードってあれでも要は塩ラーメンに魚入れた感じあれあれこそ塩豚骨かもねあまあまあも、ね、ち白いけどうんあとパイタンラーメンでして,てるあわかんないそれは白い鶏のなんかスープ鶏ガラスープのやつで結構あっさりしてるけどちょっとあのなんだっけ脂も乗ってる ちなみにお母さんはその白湯ラーメンを食べてこの間久し,久しぶりにね、うん、あの胃が悪かったのでその油にやられて、あのー、すっごくお腹が痛くなりました、うん、<laughs> 弱もう体弱 <laughs> まあいちいう,う,うちらはねあの胃が弱いっていうかさそんなに強くはないからねそうですねはいまあ、えー、皆さんも,、えーまあ、でもラーメンはねんそんなに、まあ、ラーメンはえっとこう 何スープ、うん、をやっぱ飲み干すとやっぱあれは塩分濃度が高いんで飲み干さよっぽど飲み干さないなそう飲み干す飲み干し切るのはちょっと、うん、あんま体に良くないよね体に良くなかったりあ,のあとあんまり連続して食べるのも良くないんで,、うん、でラーメンは本当にでも何ちゃんと時間あけでってか守って食べるとなんか太ってるおじさんはよくさ食べてるね全部飲み干してるね俺も飲み干してるけどね飲み干してる ガガリガリの若者が学生は代謝がすごいから学生はいいと思う学生はやっていいと思うはいうんいやでも太,っ太り出したりとかあれはちょっとなんか塩分が本当に高いからうんあれあのー、中年になったら中年になる前にやめた方がいいと思う汁を全部飲むのはそうだねはいそうですね皆さんの国ではどんなラーメン日本のラーメンが人気ですかってまあ豚骨 醤油ぐらいかなと思うんだけど塩塩まで作れるかなどうなんだろうねはい是非、はい、コメントもその辺いただければと思います、ね、好きなラーメンの味は何味ですかはい今日はそんなわけでラーメンランキングでしたはいぜひぜひ皆さんのコメントも聞かせてくださいそれでは、えー、今回のスクリプトも ウェブサイトの方から。見ることができます。そして最近ちゃんと youtube の字幕も追いついているので、えー、字幕のスクリプト字幕でスクリプトを見たい人はそちらもチェックアウトしてみてください。と youtube はいえー、youtube の方もぜひよろしくお願いいたします。はい、それから、えー、マナド旅行記編の動画もえー、っと。もし。 希望者があれば5月にもアップをしたいと思いますのでぜひこの機会にパトロンになってみてくださいはいでは、えー、ちょっと待ってください何ですかえー、チャンネル登録はい<ー>、えー。高評価、はい、あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますではまた次回も聞いてくださいねさようならさようなら